フリーダム級沿海域戦闘艦は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦の艦級。アメリカ海軍の関連団体である、アメリカ海軍協会では、小海艦、j 員海軍年間では、フリゲートとして種別している。沿海域戦闘艦のコンセプトは、1998年、当時海軍大学校の校長であったアーサー・セブロースキー提督が提唱した。 ストリートファイターコンセプトに由来する。これは同帝国が提唱し、アメリカ海軍の新たな指導原理として採用されたネットワーク中心戦の概念に基づき、アメリカ海軍が取るべき方針について洞察する中で見出されたもので、従来のハイローミックスの概念に起源を有しつつも、これを根本から覆している極めて大胆なコンセプトであった。 スプルーアンス級駆逐艦とオリバーハザードペリー級ミサイルフリゲートに見られるような従来の配慮ミックスコンセプトにおいては高戦闘力、高コストのユニットが前線に配置され低戦闘力、低コストのユニットは後方など脅威レベルの低い区域に配置される。これに対しストリートファイターコンセプトで建造される艦は低コストではあるが NCW を活用して 強力な戦闘力の発揮を導き、かつ、その名の通りに、沿海域の前線で、攻撃的に活用されるのである。当時、アメリカ海軍は、すでに、新世代の水上戦闘艦のあるべき姿として、SC-21 コンセプトを採択し、これに基づいて、巡洋艦級の CG-21、駆逐艦級の DD-21 の整備計画を、策定中であったが、 SC-21 計画は2001年に突如中止され、ストリートファイターコンセプトを導入しての再計画が行われた。これは、下記の2点について、従来の SC-21 計画には重大な問題が内包されていることが判明したことによるものである。多様化する任務に単一の設計で対処するには限界がある。CG-21 と、 DD-21 は同一の設計に基づくこととなっていたが、計画開始後に次々と追加される任務に対応するため、先行して計画された DD-21 は、すでに巡洋艦級と評されるまでに肥大化しており、なおも装備不足が指摘されており、その一方で肥大化によって、沿海域での戦闘には不適となりつつあった。 2000年に発生した米艦コール襲撃事件で確認された通り、宴海域戦闘においては安価な武器でも高価格、高性能な艦に近寄り、大きな損害を与え得る。したがって、少数の高価格、高性能な艦に頼り、これを不要意に前線に展開することは極めて危険である。自爆ボートなどの民間偽装船は優れたレーダーを持つ大型艦にも接近攻撃が、 可能で回避力に優れた高速小型艦を量産して前方展開することが望ましい。また冷戦終結後よりアメリカ軍は戦争以外の軍事作戦のニーズ増大に直面していた。麻薬戦争では密輸阻止を目的とした海上治安活動が行われていたが沿岸警備隊だけでは戦力が不足しておりアメリカ海軍も支援に当たっていた。海軍は主として オリバー・ハザード・ペリー級、スプルー・アンス級、アーレ・バーク級を重当していたが、スプルー・アンス級及びアーレ・バーク級では、重厚頂大に過ぎ、一方で、小型のオリバー・ハザード・ペリー級では、密輸業者が使用する高速船を推奨するには、速力不足であった。また、スプルー・アンス級は2000年頃、オリバー・ー・ハザード・ペリー級も2010年頃の退役が、見込まれていたことから、 大体艦の建造が必要になっていた。このことから SC-21 計画中止後の再編成においてミサイル寿命艦 CG、ミサイル駆逐艦 DD との組み合わせの下ムーツ任務に適合する新型水上艦としてストリートファイターコンセプトをより具体化して計画されたのが沿海域戦闘艦 LCS である。 本級は LCS 計画に対してロッキード・マーティン社が提出した設計に基づいて建造されている。直し契約者であるロッキード・マーティン社はリードシステムインテグレーターとして開発を統括しており、その下に船体基本設計を担当するギブスコックス社やフィンカンティエリ社、ロールス・ロイス社など様々な企業が分担する形で開発作業が進められた。 設計は、半滑走線形の単動線形であり、フィンカンティエリ社が建造した高速線デストリエーロや MDV-3000 型高速フェリーなどで開発された技術が導入されている。主船体は、鋼として高単性に配慮する一方、軽量化のため、上部構造物にはアルミニウム合金が多用されている。極めて優れた運動特性を有しており、 全速航掃除でも8000兆以下で360度、旋回が可能であり、30ノット満載状態では3000兆で180度回答できる。また、アシャキス水を活かして、旋回域への進出能力が優れているほか、入港可能な港湾数も増加しており、従来のミサイル駆逐艦が全世界で362港であったのに対し、本級では2500港以上となっている。 当初は他の艦と同様に灰色の停止人塗装を用いていたが宴海域での活動を想定していることからネームシップは2013年2月より新しい明細塗装に変更されている指揮官にはコダグ方式を採用しており巡航機としてはセムットピルスティック 16PA6 バイト STC ディーゼルエンジン加速機としてはロールスロイスマリントレント MT30 ガスタービンエンジンが搭載される。推進機としては、ロールスロイス社製のカメは 153SII、ウォータージェット推進機が採用された。静止状態から最大戦速まで2分以下、30ノットから停止までの距離は3000長以下である。ただし、米海軍発のロールスロイス社製、ガスタービンで、しかも新開発の大出力エンジンであるマリントレント、 MT30 ガスタービンエンジンを採用したこともあって、機関部のトラブルが散見されており、2010年9月12日には1番艦で、マリーントレント MT30 のタービン翼飛散事故、2015年12月には3番艦、また2016年1月には2番艦で、減速機の故障が生じた。対抗馬にあたるインディペンデンス級では、アメリカ海軍でも長い採用実績がある。 ゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを採用したこともあり、乗員からは好評とされている。本艦は自営用の最低限の装備を基本として、これに加えて任務に対応するための各種装備を柔軟に搭載することを計画している。これらの装備は、艦の C4ISR システムを中核として連接され、システム艦として構築される。 アメリカ軍の新しい戦闘指導原理である、ネットワーク中心戦コンセプトに準拠して開発された、本艦にとって、最重要の装備と言えるのが CE4ISR システムである。戦術情報処理装置としては、新開発のコミューバッツ -21 が搭載された。これは、艦隊で運用されてきた e ー i s システム、AN-S99-89。 統合対戦線システムと共通の技術を用いて開発されたオープンアーキテクチャ化システムである。主センサーとしては比較的簡素な TRS3D3 次元レーダーが搭載されている。ただし必要に応じて、アンスパイマイナス1 k のような多機能レーダーに換装できる余地が確保されている。マーク1 1 5 7 m m 単装速射砲艦砲としては、 選手カンパ板にユナイテッドディフェンス社のマーク1 1 5 7ミリ単装速射砲を装備する。放射撃式装置としては電子光学式のフェイバ射精ドルナを用いている。また、近接防空ミサイルシステムとして後部上部構造物上に r i m 1 1 6ムの21連装発射機を搭載する。詳細は遠海域戦闘艦ミッションパッケージを 三省園海域戦闘艦のコンセプトに基づき、本級は装備のモジュール化を進めている。代表的なミッションパッケージとしては、下記のようなものがある。大気雷戦30フィートまでの先進度の機雷に対しては、メガヘルツマイナス 60S 搭載のアルムズ、機雷探知機及び、アムズ機雷処分具、30フィート維新の機雷に対しては、ローフを用いた、 遠隔機雷捜索システムを用いる構成とされている。耐水上戦艦固有の 57mm 単装速射砲に加えてマーク 4630mm 単装機銃2機と艦隊艦ミサイル MHz-60R から構成される。SSM としては当初は将来戦闘システムの一環として陸軍が開発していたアンローズ LS を採用する予定であったが、 FCS 計画自体の中止に伴って2010年にローズ LS の開発も中止されてしまったことから海軍は暫定策としてグリフィンを搭載して2019年までにより乗車艇の SSM によって更新する計画としている対戦戦闘所は遠隔機雷捜索システムのローフが対戦捜索用ソナーを兼用する計画であったがこの場合対戦戦の際に 五感の速力、運動性が大幅に制限されることから断念され、タレス社の2087型栄光ソナーをセンサーとして発見した敵に対してメガヘルツマイナス 60R を試行する方式とされている。線尾ランプから発信する搭載艇これらのミッションシステムを収容するスペースとして、第2看板の後半部がミッションベ米とされており、面積は6500フィートに及ぶ。 この甲板は、修艇の運用にも用いられ、船尾側には、船尾ランプが設けられており、構想しながらでも、搭載艇の発進、要集が可能である。搭載艇としては、11メートル型複合艇2隻が、搭載される。また、弦側にもクレーンを備えたハッチが設けられており、ここは、修艇の運用のほか、ローフなどの着水、要集にも用いられる。の発進、は、 C ステート4まで可能である。その上部の線尾乾板には5200フィートのヘリコプター乾板が設定されており、上部構造物後段部は床面積5680フィートのハンガーとされている。搭載機はミッションパッケージに応じて決定されるが、イナス6 0 r S ヘリコプターのみであれば2機、根菜であればイナス6 0 r S ヘリコプター1機と MQ-8 無人航空機3機を搭載できる。航空機の運用は C ステート5まで可能である。当初はプロトタイプにあたるフライト例として2隻の建造が予定され、インディペンデンス級との比較試験の後、勝者が量産型の建造に移行する予定とされていた。しかし2010年11月、計画は変更され、両クラスを 並行して整備することとされた。全艦、ロッキード・マーティン社製、米朝海戦、フリーダムが登場。ネイビー・シールズを乗船させており、北朝鮮へ向かおうとする貨物船の臨検を行う。エース・コンバット・ナスカイズ・アンノーン、オーシア連邦海軍の所属艦艇として登場。ありがとうございます。